朝鮮と盛り上がらない最大の要因、やはり原子力市場の沖縄県による予備的な失敗を明確にしないという震災特区の戦略にあること、これは明白であります。今朝の新聞でもこのような書き物が見られました。予備軍の震災の沖縄省は少しずつ先送りにしてきています。参議院議員選挙が終わったらといい、お盆が明けたら考えるといい、そして部屋自体ではといい、今朝の新聞報道によれば選挙の即時までには震災表明しますと、真剣な言葉とは思えない今日の言葉であります。真摯に市民に向けてご自分の震災を明確にしていただきたい。それこそが今の現職市長の務めであります。国民で市長としての実績を取っていると脇沢市長には申し上げたい。そもそも現職の市長が自分の震災を正式な方に責任したとおっしゃっておられる。じゃあその正式のある方って一体誰なんですか。それほどご自分の身体を預けるほど信頼する人物であるなら市民に紹介してください。名前を公表してください。そうでないから我々市民も知らないどこか遠い高いところで選挙が明日の長野市が左右されているという不動産か不信感を市民がいたしはしないかと私個人の立場は本当に心配しています。その市民の心の目変わっていただく意味でおっても現職を失う市長には早速自分の意思として審査を明確にしていただく意欲を持っていただきたい。現職市長の違い真意を示していただきたい。私と小泉さんは連日このような訴えの場所を変えながら立っていただきます。